はい、どうもゆうやです。今日はですね、スラムダンクのキャラクター海南大附属のジンについてお話ししようと思います。まずジンのプロフィールなんですけど、身長が189センチ、体重が71キロだったと思います。ジンといえばスリーポイントですよね。このスリーポイントがもう入りまくるわけですよ。このね、スラムダンクのこの描かれてるシーンの中でジンがスリーポイント以外を放つっていうシーンはあったかな。俺の中では記憶がないんですけど、スリーポイントがものすごい上手な選手なんですけど、ジンがね、これどれだけすごいかっていうとですね、あの神奈川県の得点王なんですよ。スリーポイントだけでですよ。あのルカワとか仙道牧がいる中で神奈川県の得点王はジンなんですよね。ちなみに平均得点、平均ですよ、平均得点が 30.3 点、ものすごくないですか。でジンっていう選手は、まあバスケットって1番2番3番4番5番ってこうポジション分かれてる。ジンはね、まあ設定上は2番ポジションだと思うんですよ。比較的身長はそれほど高くない選手がやるポジションなんですけど、2番ポジションでジンは189センチあるんですよね。それはなぜなのかっていうことなんですけど、ジンはもともと中学高校1年生と多分ねセンターをやってた選手だと思うんですけど、やっぱりね189センチ71キロ線がやっぱり細かったんで、センターっていうポジションはね、やっぱり体のぶつかり合い、リバウンドを取ったりゴール下で体をぶつかり気合いながらシュートを決めるっていうポジションなんですよ。センターっていうのはね、線が細いっていうところで、パワーっていうところでね、やっぱり他のセンター高砂とかね、チーム内にいますけど体がごついような選手にかなわなかったっていうところで、海南で一度戦力外通告みたいなのを受けるのがジンなんですよ。でね、そのジンがね、毎日500本のシュートを打つんですけど、監督がね、こうそのジンの練習風景を見て言うんですよね。あいつは悔しくないんかって。センターで入ってきてもうみんなにボコボコに吹っ飛ばされてね、パワーがないんで。ただね、それをね、練習風景を見てこの監督がね思うシーンがあるんですよ。ジンが何も持たない選手じゃないことを私は気づいていたと言うんですよ。でそこで、あいつは内に秘めた闘志と綺麗なシュートフォームを持っていたっていうシーンがあるんですよ。これなんですけど、これも名シーンやね。毎日500本打つってどれだけ大変かっていうのは、まあ、あのバスケットやってた人やったら分かると思いますけど、通常練習が終わってから多分毎日毎日500本打ち続けたっていうような形でしょうね。なので、あのもともとセンターをやってるぐらい背が189ね、190センチぐらいあるんで、やっぱりね、で大きい選手がスリーポイントを打つっていうのはやっぱりね、チェックもしにくいんですよ。ブロックね、ブロックもしにくいんで、やっぱりね、そういう大きい選手がスリーポイントを打つっていうのはすごくね武器になるんですよ。あの昔の話ですけどね、能代工業田伏雄太っていう選手がね、能代工業9冠を取った時の世代の話ですけど、その中にね、能代工業でスリーポイントシューターがいたんですよ。菊池って言うんですけど、菊池ってこの選手、菊池っていう選手がいたんですけど、そういう選手みたいな感じで、菊池も背が大きかった。やっぱりね、チェックされにくいんで、小さい人がブロックに来ても自分のリズムで打てるんですよね。シュートが入る人っていうのは自分のリズムで打てたら落とす気がしない感じになれるんですよ。だからやっぱりね、背が高くてスリーポイントを打てるっていうのはかなり大きな武器なんですよね。まあ菊池選手はそのスラムダンクが描かれた後に出てきた選手なんでね、関係ないと思いますけど、すごいプレースタイルが似てるんじゃないかなと僕個人的には思います。ジンはね、神奈川県のベスト5にも選ばれる選手なんですよ。牧でしょ、ルカワ、仙道、ゴリ、そしてもう一人がジンなんですよね。超強豪校っていうのはベンチに入ることすら難しいんですよ。ベンチに入る十何人に入ろうと思うとなかなか難しいわけですよ。だからジンはね、1年生の時はベンチすら入ってなかった設定だったと思います。そこでね、2年生になると神奈川県のベスト5に入るまでの選手に成長したというのは、ジンがね、日々練習が終わってからシューティングを毎日500本
売ってるというこういう日々の努力があったからじゃないでしょうか。恵まれたこの身体能力がなくても努力で超強豪校のスタメンになれるっていう陣はね、やっぱりねものすごい選手だと僕は思います。海南でスタメンであるということが価値があると思います。だから恵まれた能力がなくても努力次第で強豪校のスタメンになれるんだよっていうことを描いたスラムダンクは最高です。でね、ジンのモデルは誰なのかっていう話なんですけど、これはねやっぱりねペイサーズにいたレジー・ミラーしか僕はないと思います。レジー・ミラーっていう選手はジョーダンが活躍した世代で活躍した選手なんですけど、もうものすごくスリーポイントが上手い選手で、それほどやっぱりねジンと一緒で身体能力はそれほど高くないんですけど、スリーポイントを打たせたら一級品っていうような選手なんですよ。その選手がやっぱりモデルじゃないかなと僕は思います。ペイサーズで31番、このレジー・ミラーがつけてた背番号っていうのは永久欠番になってる番号ですね。もうシュートフォームも似てるし、ちょっと細い体型もうすごい似てるんですよね。だからジンのモデルはやっぱりレジー・ミラーしかないと思います。スラムダンクの完全版の11巻でジンのシュートフォームがこう描かれてる表紙があるんですけど、それはねもうほんまレジーミラーそのものです。こんな感じ。はい、ということでね、今日はスラムダンクのキャラクタージンについてお話ししました。またね、いろんなチームのね選手についてお話ししたいと思いますんで、こんな選手の話が聞きたいっていうことがあればぜひねコメントいただければ幸いです。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。ほなまた。